えとにちなんだ蛇がデザインされたはがきや、駅の看板をモチーフにしたものまで。札幌市内の文具店に並ぶのは2025年用の年賀はがきです。ずらりと年賀状が並んでいますが、その中でも年賀状を出すのを最後にすることを伝える商品が人気だということです。こちらの店では本年をもちまして年賀状をご遠慮させていただこうと考えておりますなどの文言が書かれた年賀状じまいのはがきが並んでいました。毎年考えては年も年だから、新年の挨拶はしたいんですけれども、気持ちとか伝えたかったんですけど、ちょっとやっぱりお金にはなかなか。さらにこの店でははがき以上に人気の商品も。年賀状に押すだけで簡単に年賀状じまいを伝えられるスタンプです。すべてではないけれども、ちょっと付き合いの遠い人とかにこれを半分ぐらいにしたいなと思って。今年はですね、2種類作る方がいるのかなっていう感覚があります。よくスタンプが売れてますので、このまま年賀状を続けていかれる方と、もう今年で終わりますっていう方を整理しているのかなと思います。年賀状じまいを検討している人が増えていますが、その理由の一つが郵便料金の値上げです。10月の郵便料金の値上げで年賀はがきは63円から85円に。年賀状の利用は毎年減少が続き、2025年の発行枚数は10億7000万枚と前の年より 25% 減りました。年賀状の習慣が薄れる中、年賀状じまいは相手との関係性を見直すきっかけになるといいます。今まで通り年賀状だけやり取りしたいですとか、年賀状はやめるけれどもメールでやり取りしたいですとか、お一人ずつのことを考えて対応していただけたら。 SNS の普及や郵便料金の高騰などで進む年賀状じまい、今後相手とどのような付き合い方をしていきたいか、自分の気持ちを確かめながら進めることが大切です。